第2回国民体育大会パンフレット第2回国民体育大会は1947年に金沢市を中心に石川県で開催された第2回国民体育大会パンフレット第1回国体の終了後石川県が金沢市出身のオリンピック選手だった大島県吉市に国体誘致の協力を依頼し見事大会を成功させたことから 権威ある大会の地方開催と各都道府県持ち回り制の実現を果たした。これは戦後の日本のスポーツ振興が地方都市まで行き渡るきっかけとなり、日本のスポーツ発展の原点となったと言える重要な大会であった。当時、石川県に使用に耐えられるプールがなかったため、各大会は第1回同様に、 関西地区での開催の予定であったが1946年の年末になって松藤町のプールを補修すれば競技が行えるという判断が下され水泳競技も石川県で行われることになった。夏の大会は旧松藤町にて8月22日の24日、競技数1、秋の大会は県下で10月30日から11月3日、競技数21であった。 この年から大会シンボルマーク、大会化、若い力が制定され、記念切手も初めて発行された。昭和天皇の臨席もあった。天覧の大杉山賞。なお、この第2回国体以後、開催サイクルは会計年度から歴年制となったため、第2回の冬季大会は未開催となり、アクル1948年から冬季夏季秋期の サイクルが定着するようになった。第2回国民体育大会において作られた、スポーツの歌、若い力に合わせた集団演技も創作され、以後70年以上にわたり、金沢市民に受け継がれている。第2回大会昭和22年開催、末頭町、夏8月22日から24日、競技数1、石川県下、秋10月30日から11月3日、 競技数21、ありがとうございます。